山彦学校は山形県山本村の中学校教師、無着生教が教え子の中学生たちの学級文集、内容的には生活記録をまとめて1951年に聖堂社から刊行したもの。正式名称は山彦学校山形県山本村中学校生徒の生活記録である。2008年1月現在、岩波書店から刊行。舞台となった 上山下手山玄中学校は2009年3月廃校となった。1951年、寒川道夫が観光した教え子の詩集である山芋と並んで、当時進むべき進路を模索していた日本の教育界において戦後民主主義教育の典型例として大きな反響を呼んだ教育実践記録。山彦学校は、 天才的な生徒の作品ではなく、43人のクラスの生徒全員の作品で、生活の実体験の中から出てきた作品であったことが注目される。本の冒頭には、児童文学作家の坪田常治が推薦の字を寄せた。本は観光直後の2年間で18冊を重ね12万部を売った。映画や舞台でも取り上げられた。無着は、 1953年、ウィーンの世界教員会議に出席した後、ソ連経由で帰国したことが問題化し、月給2ヶ月停止処分を受ける。翌1954年、無着は山本村を去り、駒沢大学部教学部3年に編入学。彼はもともと寺の子であった。無茶区は、1956年、明星学園教諭となり、1983年まで、 同学園に放食する。この頃の指導の記録が、続、山彦学校に収められている。山彦学校は、1952年5月1日公開の日本映画である。八木安太郎プロダクション、日本教職員組合制作、北西映画配給。監督は、今井正。モノクロ、スタンダード、101分。 山本中学校3年生全員の綴り方を集めた学級文集、機関車ができるまでを、その文集に掲載されたエピソードを交えながら描かれている。作中では、実際に作文を書いた生徒の実名で描かれているが、栗の木の皮を剥いてしまうような映画オリジナルのシーン、などでは架空の生徒を使っている。第26回キネマ旬法ベスト10第8位。 ありがとうございます。